超不適されたママに怒られる一日。朝起きて録画のテレビをずっと見て怒られる。テレビがダメならゲームをする。でもすぐに終われず怒られる。朝ごはんの用意を手伝わなくて怒られる。着替えずに遊んで怒られる。着替えた後、遊んで宿題やらずに怒られる。宿題が無事終了が、遊んで部屋を汚くして怒られる。怒られた後に散歩に行くけど、そこでいじけてまた怒られる。ゲームの途中でお風呂を洗ってと言われてイライラして怒られる。ママと気持ちよく寝ようとしたけど、妹とママの隣を争って怒られる。ママに怒られるのは一生続くだろう。おしまい。